アポローンは、ギリシア神話に登場するお神。オリュンポス十二神の一柱であり、ゼウスの息子である。歯科や、音楽などの芸能芸術の神として名高いが、羊飼いの守護神にして、巧妙の神でもあり、インイリアスにおいては、ギリシア兵を、次々と倒した、東野の神であり、薬病の矢を放ち男を頓死させる神であるとともに、病を払う治療神でもあり、 信託を授ける、予言の神としての側面も持つなど、付与された性格は多岐にわたる。元は小アジアに起源を持つ神格で、本来は繁茂する植物の精霊神から転じて、牧畜を司る神となったという説や、北方の遊牧民に起源を求める説など、アポローンの羊については、諸説あり、複数の神格の集合を経て成立したものとも、考えられている。 古典記のギリシアにおいては、理想の青年像と考えられ、また、ヘイリオスと同一視されるようにもなった。推定される原音に近づけてその名をかな転写すれば、アポルローンあるいはアポルローンとなるが、日本語のカタカナ表記では、アポローン、または長母音を省略してアポロンとするのが、通例である。古典記のアポローンは、出身ゼウスと、レイトウとの息子であり、 アルテミスとは、ソーセージである。オリュンポス十二神には、ほぼ確実に名を連ねる。古くから牧畜と予言の神、また、盾ごとを手に取る音楽と、鹿文芸の神であった。巧妙人の性格を持つことから前後世紀には、時として、ヘイリオスと混同されて太陽神とされ、ローマ時代にはすっかり太陽神と化した。聖獣は狼及び蛇。 鹿で、聖鳥は、ヒペルボレオイの国から飛来する白鳥及び、カラス、オンドリ、タカ、ハゲタカで、セミもアポローンの使いとされる。聖樹は、月桂樹、オリーブ、シュロ、魚竜また、イルカとの関係も深く、イルカの姿に変身したという神話から、デルピニオスとも呼ばれ、デルポイという地名はここから来ているとも言われる。また、 あらゆる知的文化的活動の守護神とされ、詩神ムーサイを主催するとともに、オルテウス教の伝説的快祖である詩人、オルテウスの父親ともされる。一方、人間に当たれば苦痛なく、一瞬で即死する金の矢を武器とし、姉神アルテミスとともに、遠いいるアポローンとして薬病神の性格を持ち、転じて、医術の神としても信仰された。いかみ、 アスクレーピオスがアポローンのことされるのはそのためである。このようにアポローンの性格は理性的であると同時に人間を地上に向かって放った矢から広がる薬病で虐殺したり音楽の腕を競うかけでサチュロスの一人マルシュアースを生きたまま全身の皮膚を灰で殺すなどの冷酷さ、残忍さをも合わせ持っている。腕力も強くイーリアスでは 赤い矢勢の築いた頑強な城壁を素手で軽々と打ち砕いて崩壊させている。ボクシングを創始した神としても知られる。フリードリ・ヒニーチェは理性を司る神としてディオニューソスと対照的な存在と考えた。アスクレーピオスはテッサリアのラー・アリッサ領主の娘コローニスとアポローンの子。アポローンとコローニスの伝令であったカラスの 残言によって、アポローンは、嫉妬に駆られ彼女を射殺した。しかしすぐに後悔し、彼女の体内から取り出したアスクレーピオスを、ケンタウロス族の賢者系ローンに預けた。医術の神の血を引く。彼は、やがて優れた医術を獲得するに至り、人を救うことに熱心だったが、やがて死者をも蘇らせることになったので、 冥府の神ハーデースはゼウスに、この不条理を訴えた。そのためアスクレーピオスは、ゼウスの来帝に撃たれて死に、天の神になったとされる。そして、アスクレーピオスとカラスは共に蛇使い座とカラス座として天に掲げられた。アポロンとダプネジャンロレンツォ・ベルニーにサクボルゲーゼ、美術館所蔵。ダプネーは、テッサリアのカシンペーネオスの娘である。 大蛇ピュートーンを矢で射殺したアポローンが木と偶然出会ったエロースと彼の持つ小さな弓を馬鹿にしたことからエロースはアポローンへの仕返しに黄金の矢でアポローンを撃ち鉛の矢でダプネーをいたこのためアポローンはダプネーに愛情を抱いたがダプネーはアポローンの愛を拒絶したエロースのいたずらによってアポローンは彼女を奪おうと追いかけ続け ダプネーも必死に逃げ続けた。しかし、ダプネーの体力が限界に近づき、ついにはペーネオス下半に追い詰められたため、ダプネーは父、ペーネオスに祈って助けを求めた。追い詰めたアポローンがダプネーの腕に触れかけた時、娘の苦痛を聞き入れたペーネオスにより、ダプネーは月桂樹に身を変じた。失意のアポローンは、 せめて私の聖樹になってほしいと頼むと、ダプネーは枝を揺らしてうなずき、月桂樹の葉をアポローンの頭に落とした。この故事により、デルポイのピューティア大祭で行われる競技の優勝者には月桂感が与えられることになった。マックス・クリンガー、カッサンドラーカッサンドラーは、トロヤ王、プリアモスの娘である。アポローンは、カッサンドラーの美貌に化粧し、求愛する。 自分の愛を受け入れれば、百発百中の予言能力を授けるとカッサンドラーを誘惑する。カッサンドラーはそれを受け入れ、予言能力を手に入れるが、その瞬間、アポローンに持て遊ばれた挙句、捨てられる自分の運命を予言してしまう。カッサンドラーはすぐさま、アポローンの元を去る。アポローンは怒り、カッサンドラーの予言は誰も信じないという呪いをかけた。後に、 ギリシアショポリスとトロイアとの間でトロイア戦争が起きるとカッサンドラーはトロイアの悲劇的滅亡を予言し不王プリアノスらに警告するが誰もそれを信じなかった果たしてトロイアはカッサンドラーの予言通りアカヤ人との戦争に敗れ滅亡するのであるヒュアキントスはペラオピエロスと歴史のムーサであるクレオーとの間に生まれた美少年である スパルタのアミュークライ市で生まれたという。アポローンと西風の神、ゼピロスの二人がヒュアキュントスの気を引こうとしたが、彼はアポローンとばかり仲良くしていた。ある日、二人が仲良く円盤投げを楽しんでいた時、アポローンの投げた円盤がヒュアキュントスの頭部に激突、少年は息を引き取った。これはゼピロスが二人の仲睦まじい様子を空から見て、嫉妬し、 円盤の飛ぶ方向を風で狂わせたためであった。アポローンは嘆き悲しんだが、溢れ出た少年の真っ赤な血の中から赤い花が咲いた。この花は少年の名にちまんでヒュアキントスと呼ばれた。ただし、このヒュアキントスが現在ヒアシンスと呼ばれる花と同じものであると断定することはできない。その後、スパルタでは毎年初夏に ヒュアキンティアという彼の死を記念した祭典が行われたという。ヒアシンスは多年生の球根植物である。古代ギリシア人は初夏に開花して間もなく枯れ、次の年の備えをするヒアシンスの修正日誌と復活を重ね合わせてみたのであろう。巨人戦争ギガントマキアーにもアポローンは参戦した。アポローンはヘーラクレースと共闘し、 ギガースの一人であるエピアルテイスの左目をいた。ギガースは神々に対しては不死身であったため、それだけでは死ななかったが、すかさず半身半人の平落レースによって右目をいられ、絶命した。アポローンからの寵愛を受け続けた妖精。しかしアカンサスは拒み続け、ある日アポローンの顔に傷をつけてしまい、アポローンによりアカンサスの鼻に変えられてしまった。 ギリシア的な神とされるが、イーリアスでは常にトロヤ側に加担している。また、母親とされる霊島は、元来は小アジアで信仰された大地の女神で、アポローンはこれに付き従う植物神を核として形成された複数の神格の集合体と考えられている。その名前もギリシア語に由来するものではないというのが一般的な見解である。また、生誕語 ギリシアに現れる前の一時期を、北方のミニヒペルボレオイの国で暮らしていたとされ、北海沿岸の琥珀山地と地中海沿岸を結ぶ、交易路、琥珀の道とも、深い関わりを持つ神だと考えられている。さらに、アルテミスの起源は、北アフリカとされ、この女神と双子であるという性格は、地中海周辺で崇拝されていた女神軍の、配偶者軍と同列のものと考えられる。 デルポイ石デルポイはアポローンの信託書でギリシア世界では最大の権威を持つ聖地であるが少なくとも未経年文明以前の時代から明けており元は他の別神格の信仰中心地であったと考えられる神話によればもともとガイアの聖地だったものを万人の大蛇ジャピュートーンを射殺して奪ったものだという信託はミコピューティアーにより死の形で与えられた ギリシア人たちは、主に植民地建設の助言をもらい受けるために、デルポイを訪れ、デルポイは捧げ物によって、繁栄を謳歌した。戦勝記念にもギリシア各地から、贈り物が届けられ、マラトンの戦いの際には、アテナイから神殿が寄贈され、ガウガメラの戦いの勝利後には、東方遠征中のアレクサンドロス大王から、敵兵の武具が寄贈された。このか。 生誕地とされる、デイロス島、ミーレートス市近郊のディデューマもアポローンの聖地とされる。アポローンを称える祭事はギリシアで広く行われていた。特に有名なのは、デルポイを開催地として行われていたピューティア大祭であり、4年に一度、古代オリンピックの開催年と被らないように開かれた。音楽演奏の競技が最初に行われていたが、 やがてキタラーの伴奏付きの歌唱や、フルートの演奏、フルートの伴奏による歌唱などが加わった。さらに、演劇の上演コンクールや、詩や三文作品の朗読競技が行われ、紀元前582年以降では、オリンピア大祭に習って、各種の運動競技も加わり、また戦車による競争も加わるようになった。これらの数々の競技には、 全ギリシアから参加者や、その見物人が集まり、古代ギリシアの国際親善の場とも機会ともなった。各種競技の優勝者には、アポローンの聖樹であるダプネーつまり、月桂樹の葉で飾られた冠が贈られ、これを、月桂冠と称した。ホメーロスでは、ポイボス・アポローンとも呼ばれる。ポイボスは、輝けるの意と解される。この他の衣装には、ロクシアース、パヤーン、 リュキオス、ヒュアキンティオス、アリュギュロトクソスなどがある。アポローン信仰は、イタリア半島のギリシア植民地空前を通じて古代、ローマにもたらされた。ローマ神話においては主要な神格が、ギリシア神話の神格と同化されたが、その中で、アポローンだけは、双方に共通する名を持つ神であり、ラテン語で、アポロと呼ばれた。ポイボスもラテン語形で、ポエブスと呼ばれた。 ありがとうございます。